というわけで本日はこちら亀戸駅から徒歩 7-8 分ラーメン屋さんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店グルメ激戦区亀戸で長年愛されてる町の中華屋さんといったラーメン屋さんなんですけれども、いや、ラーメン屋さんっていう、まあ名前もさることながらラーメン屋さんなのにチャーハンの盛りがすごいということで、なんでもチャーハンが名物だそうなんですね。つい先日お伝えいたしました文化さん以来ちょっとチャーハンにハマりつつあるのかもしれません。果たしてどんなチャーハンいただけるんでしょうか。それでゲーム張り切ってガガガガガでしょ。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや、もしかしてラーメン YA さんだったらどうしようなんてドキドキを乗り越えての今回でございますけれども、なんとこちらのお店羽根付き餃子も名物だということで、そちらもトライしてみたかったんですけれども、やっぱり大盛りチャーハンにビビってしまいましたね。こちらオムチャーハンも美味しそうでした。それでは現場の竹永さん。はいはい、こちら現場の俺が竹永で、はい、というわけでこちらがチャーハン大盛りです。ヘルメットなんじゃないかなっていうぐらいのこのチャーハンドームですよ。このボリュームたまりませんね。それでは早速いただきます。いや、この素朴なザ・チャーハンといった味付け、いや、これはたまりませんね。文化さんに比べてややパラパラした感じ、味はややあっさりめなんですけれども、このシンプルな味わいが本当に癖になって安定の美味しさといった感じですね。はい、こちらスープは味噌汁と中華スープの中間といった感じで、この香ばしい香りチャーハンによく合いますね。はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いやー、美味しかったですね。あのユニークな盛りとは対照的に安心安定のザ・チャーハンといった感じの味わいで、いや、あのボリュームもさることながら、なんかお店の雰囲気もあったかくて、なんだか心もお腹もいっぱいになったなっていう、そんなチャーハンが味わえるお店でしたね。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちらラーメン屋さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ